株式会社 NCT は新潟県の長岡市、三条市、小千谷市の3市の資本が入る第3セクターのケーブルテレビ局である。株式会社 NCT は1989年にサービスを開始、優先テレビジョン放送事業、電気通信事業、インターネット、電話を主な事業とする。長岡市、三条市、三鶴市、小千谷市、燕市、 柏崎市に居住する顧客に対して多チャンネル放送、インターネット、固定電話サービスを提供。約5万5000世帯のお客様が利用している。テレビサービスでは地上デジタル 11CH、12CH を地域情報チャンネルとして自主放送、緊急放送を行っている。株式会社 CCJ グループの一社である。設立当初の名称は 長岡ケーブルテレビであったが、三条センターの開局に伴う放送エリア拡大を機に略称であった現社名に変更した。テレビ放送事業のほかに2000年にはケーブルテレビ網を利用したインターネット接続サービスを開始し、2015年からは NCT コーサービスを開始した。また、2015年度からは格安携帯電話の事業も行っている。 2007年10月1日に、同社は上越地方で事業を展開する JCV 上越ケーブルビジョンと三重県の CT、ワイの3社間で経営統合を行い、民間資本は共同持ち株会社の株式会社 CCJ のみとなる。新潟県中越地域を中心にサービスエリアを拡大しており、長岡地域での開局を皮切りに2002年には参上し、 1> 第1期エリアを開局。その後、長岡市の旧市町村を中心にサービスエリアを拡大。2017年に、三鶴地域、2018年に、小路屋地域、2019年に、燕地域、2020年4月には、柏崎市を新たなサービスエリアとして開局した。ありがとうございます。